生きたうなぎと触れ合う体験授業。全国有数のうなぎの産地、愛知県西尾市で地元の特産品の魅力を子どもたちに知ってもらおうと6年前から行われています。参加した八つ表小学校の3年生82人は、漁業組合の職員からシラスウナギが親ウナギになるまでの養殖の過程を学び、ウナギのぬるぬるした感触に悪戦苦闘。この後、かば焼きを美味しそうに頬張り、香ばしさや柔らかさを堪能しました。ほろ苦いって感じかな。甘い感じもした。西尾市は来年1月までに希望する小学校でエビせんべいやいちご大福作りなどの食育講座を開くということです。